伊豆沼の端伊豆沼は、宮城県の登米市及び栗原市にまたがる沼である。面積369ヘクタール、湖溶石約279万立方メートル、平均水深0.76メートル、最大水深1.6メートルである。古くは、大沼とも呼ばれた。伊豆沼は、秋から冬にかけて、渡り鳥の越冬地であり、マガン、ヒシクイ、マガモ、 オナガガモ、カルガモ、コガモ、キンクロハジロ、オオハクチョウ、コハクチョウなどが飛来する。これらを観察するためにバードウォッチングの愛好者で賑わう。早朝や夕方に一斉に飛び立つマガンの葉音と鳴き声は日本の音風景百選に選ばれている。これらの水鳥の生息地として保護するため、1967年から 伊豆沼、内沼の鳥類及びその生息地として国の天然記念物に指定されている。その後1982年に国指定伊豆沼、鳥獣保護区に指定されており、1985年に国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録された。これは日本国内で2番目の登録地である。水深が浅い伊豆沼は、 沼の中央部まで水生植物が繁茂し、中でも7月から8月にかけては、ハスが湖面を埋め尽くす。他にも、ガガブタやアサザなどが見られ、昆虫類では、ウチワヤンマや、蝶トンボが生息する。また柿にはチュウサギが飛来する。伊豆沼の周辺地は水田であり、伊豆沼は灌溉用水の水源として利用され、また同時に洪水を調節する役割を担っている。 伊豆沼とその周辺は、江戸時代の初めまでは、遊水地として未開の野家地であり、近隣の村々の入会による足や茅屋の狩り場だった。江戸時代に、神殿開発が日本各地で盛んに行われるようになると、伊豆沼とその周辺地も開発地として着目された。上京年間に、伊豆沼周辺地において土地改良が行われ、後に開墾が行われた。 伊豆沼の干拓計画もあったが、下流域住人がこれを遊水地を狭める行為とみて反対したために、伊豆沼干拓による新田開発は行われなかった。水田として開墾された伊豆沼周辺地だったが、低湿地だったことから、たびたび水害に見舞われた。昭和の初めに、伊豆沼沿岸高地整理組合が結成され、用水路や排水路の整備と、 さらなる土地の改良が行われることになった。この事業は1927年から1933年にかけて行われた。排水については自然排水から機械排水に移行して水害に備えた。太平洋戦争が始まると国策として食料を増産が急務とされ長沼とともに伊豆沼を干託する計画が立案された。伊豆沼の干託は 1> 第1工区から第3工区に分けられ、予算2億5400万円をもって1942年に始まった。この事業は戦後の1964年まで継続して行われ、伊豆沼の262.69ヘクタールが干託された。伊豆沼は1966年に長寿保護法に基づく宮城県の長寿保護区に設定され、1967年に 文化財保護法に基づく天然記念物に指定された。また1973年に宮城県の自然環境保全地域に指定された。伊豆沼の長寿保護区の設定は1982年に宮城県から国の指定へと変わった。1985年に伊豆沼は隣接する内沼とともにラムサール条約に登録された。1996年、 伊豆沼は当時の環境庁が企画した日本の音風景百選に選ばれた。水質は日本国内でも最悪レベルにあり、決して良いとは言えない。主な原因として、家庭排水の流入、水取りの糞や餌による水質を抱くなどが挙げられる。環境省が2005年12月に発表した2004年度公共用水域水質測定結果では、 科学的酸素要求量の年間平均値がサナルコに次ぐ全国ワースト2位となった。ちなみに隣接する長沼も全国ワースト5位となっている。その後、環境省が2009年11月に発表した2008年度の同結果ではワースト1位となった。伊豆沼には数多くの種類の魚が生息し、漁も行われている。 1995年以前の漁獲量は毎年30トン程度あったが、1996年以降3分の1程度にまで急激に落ち込んだ。この間、大口バスが登場、増加し、船恋類はやや減少にとどまった。激減したのはそれより小型の魚で、かつては恋船と並んで多く取れたゼニタナゴなどは1997年以降ほとんど、 取れなくなった。生息数は100分の1になったと推測される。原因としては、大口バスが在来魚を捕食していることが考えられる。そこで、県内水面水産主験上は、大口バス用の人工産卵床を開発。2004年からこれに卵を産ませて事魚になる前の段階で捕獲し、大口バスの今以上の増加を防ごうとしている。この試みは、伊豆沼方式として、 外来浴場に取り組んでいる他の地域にも広まりつつある。駆除のために釣り上げられた大口バスは県内のマリンピア松島水族館が飼育している大型淡水魚の餌として活用されていた。2000年代、伊豆沼のほとりに民間の温泉施設の建設計画が持ち上がった。2005年12月、栗原市在住の男性から県に温泉掘削許可を求める申請があった。 その申請に対し、自然保護団体や地域住民は、温泉排水による環境破壊やラムサール条約に基づく国際的な責任を理由に、掘削の不許可を求めた。しかし県は2006年3月24日に温泉掘削を許可した。その理由を、現在の温泉法では、掘削で地盤沈下や有毒ガス噴出等の公益の侵害が予想される場合にのみ、 不許可とでき、今回のような温泉排水による環境汚染の恐れの場合は不許可の理由に当たらないとした。その一方で、選質が周辺の農業用水や生態系に悪影響を与える場合は十分な排水対策を求めていくともした。その後、自然保護団体などから県へ屈作許可の取り消しとラムサール条約に基づくモントリーレコードへの記載を求める。 要請書が提出された。これを受け、県と栗原市、登米市は、環境省に対し問題解決に向け国として、主体的な対応を取るよう要請した。なお温泉掘削計画は、こうした反対運動もあり、以後計画実施の動きがないまま2008年3月24日に、掘削許可の期限切れを迎え、頓挫することとなり、反対運動を続けてきた WWF ジャパンは、 がんの楽園は守られたとしている。ありがとうございます。